はようございます。おはようございます。朝早いな。朝方です。何時に出社したの？でも今日は7時40分ぐらい。十分早い。今日一日密着お願いします。お願いします。衣装制作部の中畑まりかと申します。グラフィックデザイナーとして新卒で入社してから今年で3年目になります。今はもうデザイン業務だけではなくってクリエイティブディレクターとして企画だったりとか、あとは司会進行とか提案など幅広くさせていただいております。今日は1日どんなスケジュールで動くんですか？今日はまず出勤してから30分間、まあ、インプットの時間って設けてるんですけど、午前から午後にかけて社内会議が2本あって、午前中は見積もりとか KPI シートの確認だったりとか絵コンテの確認など CD 業務みたいなのをメインで行っていきます。午後からはデザイン業務、例えばビジョンマップのカラーの調整だったりとかみたいなところがメインになってきます。インプット業務はどんなことしてるの？いいなと思ったコピーをそのまま写経するっていうのを今やってます。書き写す、書き写すことによってどんな効果があるの？これはちょっと先輩から聞いたんですけど、見てるだけだと頭に入った気になってるだけで、それをちゃんと体に染み込ませるために書き写すってことが大事らしいです。なんで朝30分間毎回持ってるの？朝が私の中一番頭が働く時やるんで、朝にちゃんとやってから開始するっていうので朝にしています。逆になんでそんな朝早く出勤してるの？めちゃくちゃ朝方なので、例えば6時とかになってきた時にもう頭が回ってこないですよ。一回じゃあ朝早く出社してみようって時にすごい頭が冴えた時があって、あ、これめっちゃいいなって、朝めっちゃ早く行ってます。じゃあお願いします。お願いします。お世話になります。モノゲートの中畑です。はい、名刺のお見積もりの件ありがとうございます。今確認させていただいたんですけど、改めてリックのカラー番号が確定したんですね。ビジョンマップ結構緑になったんですけども、そうやな、ちょっと緑がかった感じだったんで、じゃあこれに合わせた RGB は久米さんに選定いただきたいなと思ってるんですけど、ロゴのストーリーが一気に印象ガラッと変わる。そうだね、 RGB の色味だけポンって送るわ。お願いします。はい、お願いします。次からは何をする？ドラマのストーリーの確認をしていきます。ドラマ作ってるの？そうですよ、あの動画案件なんですけど、ドラマを作っていくっていうのがあって、ストーリーを今吉本さんにご覧いただいてたので、それ確認していきます。11月撮影入る予定なんですよ。11月にしか撮れないものがもしかしたら出てくる、うん、秋っぽさも11月の方が出てるよねとか、じゃあそれ見て火曜日に3人ですり合わせする感じで、うん、はい、ありがとうございます。はい、この間ブログで見たんですけど、若手クリエイターが億劫プロジェクトのクリエイティブディレクターに任されて、どんなことを実際やってたんですか？動画を作ってたんですけど、動画に差し込む言葉っていうのをどんな言葉から入っていくか、初めの言葉ってめっちゃ大事やなって思うんですね。その言葉を何にするか2択あったんですけど、提案日の午前中にこのコピーがもし刺さらなかったら通らなかったって考えたら選びきれなかったんですよ、私の中 で。それを選びきれずだいぶプレッシャーを感じていて、そこで吉本さんに最終すがる思いでどう思いますかみたいな感じで相談したっていうのが始まりです。マリカはどっちがいいと思ってるのって聞いたと思うんですよ。で、僕は答えを出さず、決めてっていうメッセージをその時出していたんですよ。僕はもともとコピーライターだったりとか、クリエイティブディレクターっていうことでやってることが多いから、どうしてもこっちの判断が大きく見えちゃうじゃないですか。でもそこを委ねられるってめちゃめちゃプレッシャーだと思うんですよ。でも任してる状態でやってたんで、年齢とかもキャリアとか関係なく決めるってことはしなきゃダメだなっていうことは思ったんですよね。プレッシャーって分かっつつ、じゃあもうどう思ってるのって言って、こっちですって言ったら僕はそれでいいし、もう一個の方ですって言ったらそれでも、じゃあそれでいこうかって言ってたと思うんですよ。マリカさんその時選べたの？こっちってすぐ、いや選べなかったんですよ、それを言われても本当選べなくて、なんなら選んでほしいみたいな感じだったんですよ。でも接待で一旦持ち帰りますみたいな感じで、去って遠ざけてしまったっていう、その時にパソコンをこうやって、ちょっと実演してもらっていいですか？あの時ももう分かりました、すぐ早くこうぐらいの感じで、ある程度この風圧が来るぐらいの泣きそうになっちゃったんで、あ、これはやばいでダダダダってこう来るのもちょっと見えてたんで、すいませんって思いながらそこでまだ迷ってたとしても、もう本当に直前ぐらいのタイミングで決めなきゃいけない時が来るんですよ。僕自身も提案する多分1時間ぐらいまではこれでいいのかなってずっと迷ってると思うんですよ。
でもそれを決めるっていうことをなんかやっていかないと、多分今後そのプレッシャーに潰されちゃうっていうか、今それが本当にめちゃめちゃ辛いとしても決めた回数によって比例してくることなのかなって思って、どっち決めても正解だなって思ったんですよ。それまでめっちゃ考えてたんで、それだからどっちになってもいいなって、僕のジャッジはもう終わってるっていう感じで見てました提案の時に本来同席するやってやったんです。じゃあその場所にも来なくて、海月さんが、あれ吉野さんはって言ったら、今日来ない、同席しないらしいで、ふわーってなってもうやるしかないで提案させてもらったっていう形でしたね。ダブルであったんでその2つの言葉から選べたの？あ、選びました。でそれがめっちゃ刺さったんで、よかったと思って、はい。トイレ食った時とかまだ全然僕プレゼン同席するつもりだったんですけど、まだ決めきらないっていう状況だったんで、僕同席したらなんか僕がこっちがいいってまた言っちゃいそうだなって思ったんですよ。でも水木さんにちょっと相談して、僕プレゼン同席しなくてもいいですかねっていう話を水木さんとマリカ2人で言ってもらい、きっとクライアントから質問あった時にその企画に関してはマリカが考えたものだったりするし、僕はなんか専門性はあるけどこっちの方がなんかちゃんとした真意が伝わるかなっていうのは、で何かの口から答えた方がいいっていうか、あ、もう同席しないって決めて、まあ、その手前の段階の中ちゃんとしたクオリティを保つっていうところだけはやったっていう、だからあとはもう頑張ってきてっていうメッセージで放り投げたっていうありがとうございます、はい、行ってきます。今からスタバに行ってきます。くらいでとか、いくらいすごいですか？たまに行ってます。コムさん面白いんですよ。コムさんから見てマリカさんってどういう方ですか？普段ニコニコして場を盛り上げつつ、でも締めるところはちゃんと締めれる、プロジェクトを仕切るっていうポジションを結構取ってるんで、リーダーのような存在です。動画用に言ってくれてます振り返りました。戻りました。戻りました。ごめんな、ギリギリになって。全然ありがとう。じゃあ始めましょう。お願いします。お願いします。多分この備考欄にハテナ入れてくれてるところから潰していく。あ、そうやな。ここからここまでのシーンと、うん、こっからのシーンがちょっと違うやんか。うん、違う。じゃあこれでまたお願いしますお願いしますよし。今のミーティングはどうでしたか？いい感じに進んでるんで、でも時間に終わらんかったから、うん、どっかで30分詰めていきます。じゃあ次はデザイン業務、ビジョンマップのカラーとか調整をしていきます。はい、あ、いきます。これもしかしたら PDF の仕方かもしれないですね。 PDF の仕方。ちなみに水木さんにとって、はい、マリカさんはどういうのですか？完璧です。めちゃくちゃいいデザイン出してもらうし、最近ね、クリエイティブディレクターとしてプロジェクトめっちゃ引っ張ってもらってるので、めちゃめちゃ助かってます。 YouTube 用になるとあ、YouTube 用ですね。思ってること今からは何を？ロゴカラーのカラーの確定してきます。色味がちょっと緑要素強い、ちょっとくすんだ感じになってるんで、そういうふうに変えた方がいいかっていうところの最終確認はしておきたいなと思ってます、うん、じゃあこれでちょっと調整していきますはい、そんな感じで。ありがとうございました。ロゴのカラーは決まりました？決まりました。確定、今日で納品です。おめでとうございます。おめでとうございますありがとうございます、はい、ここからは何をしていくんですか？今から15分でこのカラーのマニュアルの調整をして、一回絵コンテの確認入っていきます。あれがないんちゃう？これ消して、これは彫りで、代わりにこっちを追加する。うんうん、うん、全然いい。了解っす。今から何するんですか？今から説明会に行ってきます。説明会で何話されるんですか？実績紹介をして、でその後に質問に答えていくような形を1時間行ってきます。こんばんは。ここから部長制作部のお話っていうのをしていきたいと思います。私の方から実績紹介させていただきます。よろしくお願いします。私の方からの紹介は以上になりますありがとうございました。お疲れ様です。プレゼンで意識してること、どんなことを意識して喋ってるの？真っ白にならないこと、焦らないことっていうのを意識して今やってます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで業務終了？はい。
今終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入社1年目2年目で今3年目内容って変わっていってる？大きく変わって、うん、任せていただく幅も広がったので全然違いますね。いろいろとできるようになっていったわけやんか。はい。意識して成長したことってある？意識したことといえば未完成のものを行動するみたいなのもアドバイスいただいたんですね。もともと私がもっとスキルつけないととか今の状態で私がこうできるのかみたいな、なんか考えてから行動するみたいな、ちょっと完璧主義だったりとかあったんですね、うん、でもなんかそれやっぱ変えていきたいなって時にそれ未完成のものをもっと行動していこうってやったら成長スピードも格段に変わってくる。アドバイスとなった時にじゃあちょっとそれ信じて行動してみよう。だからそれが失敗したとしても成功したとしても自分で考えて決断して行動していくとなんか得るもんめっちゃ多いなと思ったんですね。なんかそういうのを感じる時にハッてさせられて、そこからまあチャンスものにしていくために前向きに取り組んでいこうっていうようなスタンスっていうのはめちゃくちゃ変わったなっていうようなところあります。入社から挫折だったりとか逆にくじけた時ってあった？それはもう本当に週1ぐらいだったんじゃないかなぐらい私1年目とかやったらたさぐり状態で、うん、目の前のことに対してすごい落ち込んだりとかすごい感情揺れちゃうみたいなことがずっとあって、その時にあじゃあ何のためにやってるのかっていうところが、まあ、2,3 年目を買ってきたんで改めて見てる位置みたいなのを変えていくと乗り越えていけたんですけど、まあ、当時は本当に目の前のことに必死すぎて心が死んじゃう時は何回もありました。週1ペースで折れてるのにどうやって復活するの？自分の中で抱えすぎると乗り越えられなくて先輩らに相談したりだとか、まあ、同期が支えてくれたりみたいなところで1年目は過ごしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。好きです。今から帰って何する？寝ます。寝ます。コンビニに行ってお風呂に入ってリラックスします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。